ミカエル・ディレスタムは、ギニアとスウェーデンのサッカー選手。元スウェーデン代表、ゲンギニア代表。ポジションは DF。ヨーテボリに生まれ、イフックヨーテボリの下部組織から、トップチームに昇格。2008年から2013年まで在籍したが、2013年夏に、契約を解除した。2014年2月に、ボルトン・ワンダラーズ FC への移籍が破断し、 同じフットボールリーグチャンピオンシップに所属するダービーカウンティ FC への加入が近いとも報じられたが、結局どちらにも加入することはなかった。翌月、エリテセリエンのオーレスン FK に加入。怪我もあって遺跡後初出場は6月12日にまで遅れた。2016年にエールディビジの NEC 内目編に遺跡。翌年、カルマル FF に遺跡し、アルスベンスカン復帰。 2019年にギリシャスーパーリーグのクサンティ FC に移籍した。スウェーデンで生まれたが、ルーツはギニアにあるため、両方の代表を選択できた。年代別代表ではスウェーデンを選択し、U-19 代表、U-21 代表として出場した。2012年1月18日に、バーレーン代表との親善試合に出場し、スウェーデン代表初出場となった。 しかし、親善試合であったため、依然として、ギニア代表を選択する権利も残っており、2019年6月7日に行われたガンビア代表との親善試合に、ギニア代表として出場。同年6月に、アフリカネーションズカップ2019のメンバーに選ばれたため、ギニア代表を選択したこととなった。弟のパトリック・ディレスタムもサッカー選手。ありがとうございます。